最小寺は、奈良県奈良市今津市町にある浄土宗の寺院である。三号は、紫雲山、陰号は、家康院。本尊は、原帯阿弥陀如来。回帰は、永尊と伝わり、当初は下三条の地に、全昭庵という名で、新言、立州の草庵として築かれた。後に、西寺氏案と改め、工事二年、幸福寺別当より、 紫雲山光明院最小寺の称号を賜った。中高は、花草誉れ領は商人で、その際浄土宗に改められ、現在地に移ったとされる。江戸期には、東照宮を造営し、徳川家康の霊を祀るとともに、文骨の墓碑を建立した。そのため幕府の紀恵も深く、奈良武行の不仁寺にはこの寺を参拝したの記録が、川地俊明の日記に見える。 1880年4月、開花天皇陵の拡張整備に祭祀経第一を大きく提供し、寺地は狭まった。2017年現在の本堂その他は、誉れみ、清和直により1954年の記録に、今津市長、最小寺由来のことと題した記載があり、とある。徳川家康と本寺の関係は、はっきりしないが、一説に、奈良の昔話である。 家康と桶屋の舞台は、当時付近であるという。同和の大筋は、大阪冬の陣で、真田雪村に追われた家康は一時、奈良まで逃げたが、この地の桶屋の桶の中にかくまってもらい、難を逃れられた。後に家康はその恩に報いるため、桶屋を呼び、近隣社寺に寄進したというものである。百万は、春日大社の御子で、小二十万と呼ばれる男児があった。 ある時最大寺の念仏会に、家族でもう出たが、混雑の中で十万とはぐれたという。あまりのことに教助となった百万は十万を探して、さまよい歩き、ついに、京都佐賀清涼寺の念仏会で再会することができた。二人は、奈良に戻り睦まじく暮らしたが、後に十万は、東正大寺の三清商人になったとも、あるいは清涼寺の純運商人になったとも伝わる。 この伝説は後に、鑑みにより、陽曲、百万に仕立てられた。ありがとうございます。